皆さんこんにちは。情報通信研究機構宇宙天気予報担当の長妻です。3月25日から3月31日の週刊宇宙天気ニュースをお送りします。この1週間、太陽活動は26日から27日にかけてやや活発でしたが、その前後の期間は静穏でした。太陽風、地磁気、連理圏もおおむね静穏な状態でした。それでは詳細情報です。まず太陽活動です。先週24日に出現した活動領域1057は今週やや活発化し、26日から27日にかけて小規模の C クラスフレアを起こしました。その後は衰退傾向となりました。28日にかけて東側から回り込んできた活動領域1059も活動は弱く、太陽活動は今後静穏な状態が続くでしょう。次に太陽風、地磁気です。今週は25日頃に到来が予想されていたコロナホールの影響もなく、太陽風速度は秒速 400km 前後で推移しました。地磁気活動も静穏な状態が続いています。コロナホールの影響が4月4日から5日にかけて到来すると予想され、地磁気もやや乱れる可能性がありますが、ここしばらくは静穏な状態が続くでしょう。最後に電離圏です。高度 100km 付近に突発的に現れる電子密度の高い層、スポラディック E 層は26日に山川で観測されました。電子密度が最も高い領域、F 領域の電子密度は25日と26日の昼頃から夜にかけて沖縄など低緯度地方で高めでした。また29日と30日の昼前から夜にかけて低めの傾向でした。日本上空の全電子数は25日と26日の昼間に関東以南で高い状態でした。今後は太陽風、地磁気ともに静穏な状態が予想されるため、電離圏も静穏な状態が続くでしょう。続いて今週の豆知識のコーナーです。太陽活動を連続的にモニターしている双方衛星。双方衛星は欧州宇宙機関のESAとアメリカの NASA によって1995年12月に打ち上げられた太陽の観測をするための探査機です。双方衛星は L1 点と呼ばれる太陽と地球の重力が釣り合う点に位置し、常に太陽を観測しています。肉眼では見えない光を観測できる極端紫外線望遠鏡やコロナグラフと呼ばれる人工日食を作る装置が搭載され、太陽フレアや CME まで異なる高度での太陽大気の活動現象を観測しています。双方衛星はこのような宇宙天気予報に必要な太陽大気の情報を観測し、準リアルタイムでデータを提供しており、情報通信研究機構が行っている宇宙天気予報でも使われています。以上、週刊宇宙天気ニュースでした。次回の配信は4月9日の予定です。